王子というのはね、天野啓太君という、ね、主人公の男の子がいまして、その子がこのウィスパーという妖怪と出会うんですよ。そしてね、あのウィスパーから妖怪の姿を見ることができる不思議な腕時計、妖怪ウォッチをね、もらって、それを使うことでいろんな妖怪が見えるようになって、あ、いろんなね、個性的な妖怪たちとこう友達になっていくみたいなね、そんなお話なんですけども、じゃあまずは、今まで覚えた妖怪、これをね、紹介していきたいと思います。バロン君、まずね、これを覚えました。ホノモードっていう妖怪です。みんな知ってる、ホノモード。バロン空気を和ませるほどほどした妖怪なんですけども、まあ、この妖怪がバロン君に取り付くとバロン君ねこんな顔になるんです。皆さんよく見ててください。いいですか。でちょっとねこちらの方中心でいきます。まず最初はいきます。ほのぼの笑顔わかります。バロン君ほのぼの笑顔物をまた乗せちゃいます。ここから2、4、
あの番組で一回こう見習ってほしいなと思いましたけどね。じゃあ次の妖怪行ってみたいと思います。次の妖怪なんですが、ヒキコウモリっていう妖怪知ってる？頑張りましょう。じゃあちょっと遠いので
いいですか。あ、そこでいいですよ。俺の挨拶をします。お父様頑張ってくれたんで、俺の投げキス。